皆さん明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いします。さて私はですね、山形市にある護国神社に来ています。これからね、ワイワイラボとして初詣行きたいと思います。ではまず天水社で清めます。左手、右手、そして最後に柄杓を清めます。それではお参りに行きましょう。参道のね、端の方を歩いていきます。さあ着きました。今回はね、十分なご縁がありますようにということで15円入れたいと思います。では2礼200手1礼だそうです。さあこちらにね、おみくじがあります。いくつかね、種類があるみたいなんで見てみます。こちらはね、普通のおみくじです。青とね、ピンクがありますね。こちらにもありますね。こっちは縁みくじですね。へえ、縁を結ぶ縁みくじ。おお、こういうのもあるんですね。もう一つありますね。こちらは花の筒みくじでそうだそうです。花の筒に、ね、おみくじが入ってる。へえ、いくつかあるんですね。いや、どれにしようか迷いますね。加藤さん、どれがいいと思いますか？まあ皆さんとのご縁が、はい、ということで、うちは縁みくじじゃないですか。そうですね、はい、ここはね、縁みくじ引きたいと思います。じゃお金入れます。さあ取りますよ。ちょっと奥の方からね、取ります。はい、こちら。さあ大吉出るか。さあおみくじ見てみましょう。大吉ね、出るといいですね。さあ開けていきますよ。どうですか？おっと、これは小吉。小吉だ。はい、ちょっと上から見ていきますか。そうですね、はいはい、漢字が書いてますね。あや、彩りですかね、はいはい。汗にまみれ、うん、泥にまみれ、うん、這いつくばってもいいじゃないか、ね、まさにね、なんかね、染みますね、どこでも汗かね、染みますね。ワイラボはそういけと、あなたの人生を彩るのは、うん、楽しく華やかな日々の色だけではない、うん、もがき苦しみ抜いた、うん、あの日々の涙の色です。なるほど、なんか染みる感じね、本当今回本当、ね、涙の色見えそうですね、はい、泣きそうよ、はい、新年から、はい、なるほど、なるほどね、はい、で下は、はい、下に書いてますね、はい、じゃあ願望からいきます、はい、願望、願いは口に出し意識することで叶うだろう。お、口にした方がいいみたいですね。仕事、上司と部下の板挟み状態、中立を心がけよ。中立ね、中立、うんうんうん。恋愛、自分の意見をしっかり伝えなさい、うんうんうん、伝えましょう。健康、消化器系のトラブルに注意。おっと、これはちょっと食べ過ぎかな、気をつけよう、うんうん。学業、わからないときはその場で解決し結果にもつながる、うん、あ、じゃあすぐ解決だ、すぐググルだ、はい。金運、目標を決めるとうまく回り出す。目標をね、決めましょうね、これは。旅行、自然から人生を変える学びがある。じゃあちょっと自然豊かな場所に行きたいですね。なるほど、はい、ということでね、今回ね、おみくじワイワイラボで出たのは小吉でした。そういえばこの縁みくじについてたこの水引き、これ色によってね、何かいろいろあったみたいなんでね、ちょっと見てみましょうか。これはこれかな、一番左端ですね。ですね、うん、友人の縁だそうです。こちら友人の縁、はい、ということはね、うん、2020年もね、いろいろ出会いがあるかもしれないですね、うん、よかったですね、これは ね、これはこれでよかったと思います、はい、ということで、ワイワイラボの
初詣とおみくじでした。さあ2020年今年もワイワイラボ頑張っていきますので、ぜひ皆さん今年もよろしくお願いします。よろしくお願いします。